頂上とは、古代日本の律令制における出勤形態で、上勤を指した。その勤務形態を取る官人のことを、頂上官、公人のことを頂上公と言った。一方、非常勤のことは、番上と言った。今日の会社員などのように一定日数、連続出勤して、1日を終えを得る原則であるが、例外的に天皇の警護など常時必要とされる勤務の場合には、 あらかじめ申請した日にまとめて5日分の奥を取った。頂上官には大きく分けて内頂上と外頂上がある。内頂上は式次官を指すが、その他教官や3位5以上の官人もこれに準じた扱いを受ける。外頂上は地方官を指すが、軍事は4等官を採用していても、官位相当は採用していないためこちらに含まれる。その他に、 軍団の大償武氏、国博士、国医師などが該当する。長城官に対する毎年の効果は、年240日以上の出勤を満たさないと、対象外とされた。勤務内容によりない長城は9段階、外長城は4段階で評価され、その結果を踏まえて前者は6年、後者は10年ごとに、昇進の是非が決定されたには、それぞれ4年と8年に短縮されている。 長条公とは、人事面で、長条官に準じた扱いを受ける人々を指す。本来は、絵師、長文師、染師、天理、天河、多宰大工商工などに、官大上官の犯人によって任ぜられて、異相当が授けられて、長条公として受けた。さらに757年の養老律令施行時には、官異相当を見送られた22種の皇人に対しても、 品関相当ということで別直によって頂上校の扱いを認められ、以後も機能強化された図書料、匠料、木工料、修理職などを中心に別直による適用範囲の拡大が行われた。このため、当初から頂上校とされていた人々を適と頂上、養老律料施行因後に別直によって追加された人々を別直頂上と呼ばれた。長上校の末六は、 事故の遺憾が所属監視の左官と同等以上であれば消防眼の6を支給され、それに満たない場合は大左官の6を支給されていた。10世紀に入ると技術系監視そのものが衰退したため、頂上校そのものを備えることができなくなり、衰退した。ありがとうございます。